今日のフットウェンズデー、日比野真理さんをゲストに迎えて女子サッカーなでしこの話題をお送りしています。はい、電話ですけれども、浦和レッズレディースの元選手に、はい、これ、日比野さんが彼女でいいんじゃないがいいな、いいな、やっぱり猶本光選手ってすごく期待している選手なので、まあ、この1年間の間でオリンピックに向けて頑張ってほしいなという思いも込めて、はあ、まあ、初回ですので光ちゃんで行きたいな、行きたいなということで、はい、彼女のプロフィールをご紹介します。はい、まあ、若くして少し注目を集めて、ね、フライブルクに行って、はいはい、で、レッツに戻ってきたと。うん、はあ、今まあ代表の中ではあんまりチャンスをもらえてないんですけど、はい、絶対彼女の成長だったり、まあ、彼女のプレーがなでしこジャパンを変えるっていうふうに思っているので、うん、頑張ってほしいなと。その応援エールを込めて、はい、電話をしましたということで、はい、猶本さん、こんにちは。こんにちは、お願いします。西岡と申します。はじめまして。猶本です、よろしくお願いします。新型コロナウイルスの影響は、うん、クラブの活動はどんな影響になってますか？今日から5月6日まで活動自粛になりました。もう非常事態と同じですね。そうですね、簡単ですから。トレーニングはどうされるんですか？はい、もう家でできることはやって、あとはやっぱりそんなに豪邸に住んでるわけじゃないんで走り回ったりね、まあ、家の周りで走ったりとかできることをやりたいと思ってます。なるほど。はい、でドイツにも以前いらっしゃいましたから、ドイツも大変なことになってますか？そうですね、前いたフライブルクはずっとどんぐらいだろう、もう 自宅待機というか、うん、クラブの活動は停止してて、来週の月曜日から小グループでトレーニング始まるって聞きました。ポジション別とか結構やってますね、 J リーグでもね。はい、はい、君野さんどうぞ。はい、まあ、猶本ですね、すごくストイックな選手なんですけど、その家で、まあ、これからトレーニングするっていうのはあると思うんですけど、まあ、リーグがまだちょっといつ始まるかっていうとあると思うんですけど、その気持ち的にはどういうふうに維持してやってますか今？まあ、いつ始まるかわからないんですけど、まあ、本来ならもう始まっている時期なので、うん、なんていうかもういつ、それこそもういつ始まってもいいように常に準備してます。で今回猶本選手が浦和に帰ってきたっていうのは一つこれポイントだと思うんですけど、やっぱり強い思いを持ってドイツ行って、で今回浦和に帰ってきた、その理由っていうのをちょっと聞かせてもらってもいいですか？はい、やっぱり東京オリンピックに出場したいっていう、まあ、目標がすごい、大きかったですね。でもそのドイツに行ったことでこうやっぱり変化だったり自分の強みみたいなの磨けたと思うんですけど、こう、はい、まあ、一番は何だろう、なんかいろんな、まあ、サッカーとか生活面でもすごい、まあ、日本とはこう違って大変なことが多い中で、なんかいろんなことに動じなくなったなというのは感じます。これ猶本さん、男子の代表選手はヨーロッパに行って代表へっていう選手が多いんですけど、はい、逆にそのヨーロッパから日本に戻ってきて日本で見てもらいたいというのはやっぱりちょっと男子と違うんですね。うん、そうですね、今、うん、まあ、女子と男子はそこはまあ違うところかなと思います。うん、やっぱなでしこでやってないとっていう、うん、うん、まあ、やっぱ男子だと結構見てもらえる機会だったり、まあ、情報が多かったりすると思うんですけど、うん、まあ、女子はやっぱりなでしこリーグで、まあ、見てもらうのが一番。あ、そうか、ヨーロッパの女子サッカーを、はい、なかなかそう、ね、見る機会がないからなかなか調査もできない。活躍している姿を見せるっていうのもね、大事なところですもんね。うん、でもすごい印象的だったのが、ひかるちゃん、猶本選手がドイツに行って、はい、でドイツにいる間に一回代表の試合出た時に、はい、多分本当数分しか出てない中で相手からこうボールを奪う時のこう強さみたいなものは日本にいた時とは全く違っていたなっていう気がしていて、そういうところをこう今代表で出したいなみたいな思いっていうのは結構今すごく強いんじゃないですか？そうですね、攻撃面の部分を結構言ってもらえることが多くて、まあ、それは嬉しいんですけど、まあ、自分自身ではその球際の強さというか守備の部分をまあ見てほしいなと、まあ、出したいなっていうのがあります。はあ、
さっきこの番組で近々プロ化に向けて動き出しますという話をしたんですけど、その話題というのはどういうふうに感じていらっしゃいますか？なんですかね、男子も、J リーグができてからすごくこう日本のサッカーが盛り上がってこうどんどん文化になっていってるように、女子もそういうふうになるためにはやっぱりプロ化が必要なのかなっていうのは感じてます。ヨーロッパだと結構お客さん入るんですか？それほもしどでかしもない。たら浦和レッズの方が、浦和レッ浦ズレディー和スはの方ね、が多そういでかす。もしれない。レッズはレディースもすごい応援が多いですもんね。じゃあやっそうぱでやすりがいあね。るそうです環境でね。すね。常にたくさんお客さんが入ってくれるので嬉しいです。でも1年後にオリンピックになりましたけど、少し時間ができて、猶本選手にもこうアピールだったり、これから見せる時間っていうのができた部分あると思うんですけど、ここからどんなことを大事にしていきたいと思ってますか？あと1年延期したということで、その分成長できる時間が増えたので、しっかり計画立てて、成長していけたらいいなと思います。なんかこうずっと前U20 の代表でそれを終えて、次はなでしこジャパンに入るよっていう、もうこれはなでしこジャパンを目指すしかもこれからはないですって時に、結構悔しい思いを猶本さんはしたじゃないですか。覚えてると思いますけど、いつかなでしこジャパンで世界を取るっていうのを見せたいっていうふうに言ってくれたのがすごい印象的なんですけど、その気持ちの強さみたいなのどっから来てるんですかね。結構ストイックだし真面目っていうイメージが強いですけど、すごいこう強いんですよ、気持ちが。自分ではそんなにそういうふうには思ってなくて、別になんかストイックにやらなきゃとかっていうふうには思ってないですね。でも負けず嫌いでしょ？負けず嫌いではあります。めちゃくちゃ負けず嫌いです。じゃんけんとかそれだけでももう負けたら嫌な感じですか？昔は、今、じゃんけんは大丈夫で じゃんけんぐらいは大丈夫。す。でも、奈緒さんのこう、せっかくなんで、ストイックというか、ちょっと変わった子だよっていうネタを言いたいんですけど、子供の頃のおやつ何でしたっけ？ これ納豆ですね。おやつが 納納豆なんで豆。すか？納豆とか、チーズとか、ヨーちょっグルとトとこうタンか。パク質とか乳製品とそう、か変わっ体た。にいいもの？そうでした。お菓子とか全然食べない？食べる時もあるけど、そんなに好きじゃないです。だからもう小さい頃から本当にそういうふうに育てられてきてる人なので、ちょっとこうたまに変わってる。いい意味でね、いい意味で変わってて。常にそのサッカーがうまそうくでなるす。ために考えやって、ぱ納体豆にいいでもあっのをたりと取るとか。か、今なんか生姜食べてるんですよね。生姜は風邪ひく前に生姜かじりますね。納豆はあれですか？わさび入れる派ですか？そのままいく派ですか？そのままです。そのまそま。のまま。なんか遠征で同部屋になった鮫島さん、さっきサメちゃん紹介しましたけど、鮫島さんがびっくりして私に言ってきて、光がちょっと変わってるんですって言って、冷蔵庫から生姜出してきてかじってんですよって。それも健康第一 のそういうたこめとでにすでよすよね。ね。でも本当にたゆまぬ努力でここまで来て、本当にこう自分の気持ちもそうだし、体もすごい鍛え上げた中で、迎える東京オリンピック、どんなこう思いを最後思っていらっしゃいますか？まずは、コロナウイルスの影響で、世界中がすごい大変なことになって、で、やっぱ健康が第一なんで、オリンピック延期ということになったんですけど、中止にせずに延期して開催してくれるようにたくさんの人が動いてくれたと思うんで、そこはしっかり感謝して、選手としてはあと1年時間があるので、自分ができるだけ成長して、こうやっぱアスリートとしては、やっぱ2011年の先輩たちみたいに、こういう、なんていうんですか、こういう状況を乗り越えた、日本とか世界にこう自分たちのプレーでこう元気を与えられるようにしっかり準備したいなと思ってます。わかりました。頑張ってください。ありがとうございましありがとた。うございま応援ししてた。まありす。がとうございます。